うわー、船員か。これでも今んとこ人狼有利そうだけどな。あれ何から俺上のやつから、あ違うわ。ラボ、あみんなラボ行かねなあ、俺らとラボ行かねえか。一人ラボちょっと、これ早速来るんじゃね。あ違うか。何これ、あ20マイ、マイナス22ってこと、そういうことだろこれ。はい、オッケー。で、ベルクラさんがなんか星を見てる。これでも一緒に行動した方が良さそうだな、特にこれ。いや、まさかこれさっき2人人狼だったからこれやりたいんだけど、どうだこれ、ちょっと怖いな。でもここ結構開けてるから意外といけるんじゃね、この場所は。あと右上か、右上なんか嫌だよな、誰か多分残ってんだよ。ブレーカーを直す、これ誰かに任せよう。意外とこれ安全なんじゃね、この間に直すのって。あ死んでる、え誰、魔法が死んだ。あのね、はい、はい、あのね、いやあれね、これね、うん、ちょっと私の、ね、記憶があれかもしれないですけども、はい、そのタスクんとこ行って3人いたんですよ、はい、はい、青さんと私もう一人、はい、でタスクを一瞬やって、うん、こうやった終わった瞬間真央さん死んでたんですよ。ってことは一緒にやってた人のもう片男ってことですよね。そうですね、もう一人誰なんか、ちなみになんですけど、はい、ラボから出た時にベルクラさんと俺とチクさんでした。はい、はい、あじゃあチクさん、なるほど、チクさん私真央さんがいて、うん、でやって終わった瞬間真央さんが死んでチクさんがいなかったからチクさんだと思った、はい、まあ俺も一応証言的にアウトしたら多分チクさんが一緒にいたんで、俺もチクさんがちょっと濃厚かなと。現にいたんですか、その場には。やったかやってないかじゃなくて、隣の家があったと思うんですけど、そこの家でタスク回してましたね。うん、どこっすか、あの場所は。あの発見報告あった瞬間は僕チクショコといたんですけど、チク、うん、さん右上から来てショコは真ん中辺に普通にいたと。で、うんうん、発見場所がどこかによるんですけど、発見場所はその真ん中付近のなんか、ああレバーをガチャーってですね。うん、もう結構ショコはなんか最初、うん、まあ、もじもじももう信じられないかもしれないですけど、ショコともじもじしてて割と信じてるんですけど、うん、いやそうですね、あそこはちょっと私も、うん、チクは、チクさんは黒ですよ、うん、まあ確かにね、ちなみに僕は、うん、監視カメラを見てて犯行現場見れたらラッキーだなと思って、はい、それで見てたんですけど、まあ参考現場見れなかったですけど、多分ザムさんとかいろいろ動いてるのは見てたんで、別に何の証言にもならないですけど、うんうんうん、はい、っていうぐらいですかね。まあ、これ、はい、ここで行くしかないんで、いや、ここはシクさんに行った方がいいと思います。行きますか。で、まあこれであったとしてもベルクラさんが次怪しいってことで、そうそうなりますね。そうなりますよ。うん、マオさんとシクさんと私がいたんだから、うん、ね、うん、そうだと思いますよ。これはちょっとこれ、うん、ベルクラさんとさっきと同じ状況になって投票ができないっすよね。あ、じゃあちょっと時間を10秒、まあ、もうちょっと10秒なんで、ね、10秒なんで、はい、いいですね、ちょっと待っていただいて。いや私これね、ほぼ黒だと思ってますから。ああ、なるほど。いや、うん、じゃあまあ喋んないよ、ちょっと行きましょう。なんかそういう望みにかけるしかないですね、最初。うん、もういうこと言ったんで僕は。うん、うん、はい、うん、でちくわ、イエーイ、おー、いいねただブレーカーが切れてるからこの間ちょっと危ないんだ。これは多分順当に上上がってった方がいいと思うんだよ。ちゃんとブレーカーを直す仕草をしよう。これでワンチャン疑われる可能性を減らしたい。あ、終わらせたな。はい、でここに一応4人、ショコがなんか怪しいよな。これちょっと2人いた方がよくねえか。こっちに来てほしい。レプちゃんでも一直線に来たんだよな。これちょっとこの小部屋っぽいとこは怖いんだよな。大丈夫か。あ、ちょっと待って、ドア閉められたぞ。ドア閉められて、中にいる人はレプちゃんか。これちょっと怖いな。あー、おかく。レプちゃんとワンオンワンなってた。これ全員でいいよ。はい。これで、ラジオの、なんかベルクラさんがちょっと遅いな。ブルコンさんがいて、ショコがなんかしてる。あ、でもこれ見て、あ待って、これ大丈夫か。
兄貴はなんか兄貴がタスクしてるな。これ待ってよ。めっちゃこれ合わせるのむずいんだよ。はい、あ、直したっぽい。レプちゃんなんか違うっぽいな。なんかちゃんとやってるぞタスク多分。やってるふりか。一瞬。なんか穴入りたそうな顔してないあれ。なんか怪しいぞ。あとは左下オフィス入らなきゃいけないのか。これちょっと怖いな。これこの間さ、あれなんか入れねえぞ。これあったら殺されるわ。じゃあこれブレーカー直してもらおう。じゃあこっちのレプちゃんが怖いんだけど、俺このタスクをやらなきゃいけねえんだよ。あー怖いよーこの間で。俺今いないんだよな、そのブレーカーのとこに。あやべ、なんか近くに一人いる。逃げろ逃げろ。あでもそっち行かなきゃいけねえのか。大丈夫それ。これ閉まってんだよなさっきから。あったら殺される。これ見つかりたくない。やべ、ちょっと待って締め出されたんだけど。やべ、ちょっと助けて。これか、これか。あ、なにこれ。イエローデッド。あ、あ、なんだこれ。ちょっと出られないんですけど、助けて、助けてください。出られないです。ちょっと出られないんだけど。あ、あ、兄貴か。え、どうやって兄貴入ってきた。あ、兄貴どっから入ってきた。これ出られないんだけど俺こっから。兄貴殺されるぞ多分。兄貴だったらこれ出られなくね。あ、あ、出られた。これで兄貴この状態で殺してこないってことは多分ね、兄貴白だわ。あ、くっそ、ふざけんなよ。なんだおい、めっちゃめっちゃ溜めてくるじゃん。タスク終わらせるか。おい、黒かよ。めっちゃ溜めんじゃん。助けやるか。なんで、てか出れねえんだけど、そこ。あとは、あ、この配線の修理で終わりか。こっち待って、全滅の危機あり。でもわかんない、俺がタスクをクリアしたら終わるかもしれない。タスク完了。はい。頑張れ。あと2人生き残ってるだろ、これ人狼。あ、これ、レプちゃん、あ、これ、レプちゃん殺されるわ。あ、いや、諸行の違うんだな、じゃあ。あの二人が一緒にいる限り、ちょっときついんじゃない？あれ、ベルクラさんがどっかで生き残ってんのか？ってことは、ベルクラさんとあれか？あれ、チク？あれ？あ、そうか、チク死んだんだ、そうだ。じゃあ、あれだ、フルコンさんだけか、あと。あ、ウェポンデータのダウンロード。あ、やってなかった。見ちゃった。あ、そうだ、そうだ。やべ。やばいやばいやばい。チックン、チックン、チックの存在忘れてた。なんでチック死んでんだろう。終わり。はい。ちょっと待ってくださいね、ちょっと。今急いでやってるよ。あ、なに？あっちらしい。今急いでやってます。もしかしたら、もしかしたらこれで終わり。あ、ちょっと、いいんじゃないですか。もう多分俺が助けたら終わりだ。フルコンさんってこと言えるか？どうだ？ちょっと待って。待って。ちょっと待って。ちょっと待って、やばい。え？これやばいぞ。あのね、でもこれ、はい、うん。この人だよ、ね、この人、はい。でもね、僕から見ると、あの、はい、あの最後のあのスタビライズリングのやつを、はい、僕右側やって、うん、レプさん多分左側やってて、今合流した瞬間に報告来なかったですか？ありましたね。報告は失敗すると終わりだぞ。方が報告したでしょ。俺はそうね、見つけた死体を。うん。どうしよう、マジで。残骸？初期値の右で見つけたんですけど。これスキップされてもワンチャンある。あれですね、原子炉のリセットですよね。あと原子炉のリセットを僕右側やってたんですよ。で、あ、いや、右側やってたの僕です。いや、僕やってたって。絶対嘘だよ。いや。右やってた。あー、これ、お流れになる可能性あるな。最後合流したじゃないですか。うん。え、合流したってごめんなさい、ちょっと。てないんですけど、レプちゃん見てないんだよ。今報告があった瞬間レプさん見えたんですよ、はい、で、あ、マジですか、はい、左上をやってレプさんが出てきたな。頑張るダメだぞ、ここは曲げるんじゃねえぞ。で、うん、あ、これ証拠に見えたなってなったんですけど、だから僕あのレプさんが左上やっててくれてたんやなっていうのを僕は怪しくないわけですよね、現段階では。まあ、はこれはレプちゃん次第だね、もう正直。フルコンさんとチョコさんなんですよね、うん、で、さっき停電した時に、うん、チョコさんは監視室にいて、
そうですね、僕はずっと監視してました。はい、はい、うん、でえ、ショコ、どんで見つけたって、もうレプチャン次第だな、これは、初期位置のちょっと右のところで、ショコは絶対兄貴にいる、初期位置のちょっと右、うん、あーなるほど、で、なんだ、今直したやつが右上の方にあって、うん、俺がやったんだよ、だって右の原子炉を触ったのは僕です、うん、でもいやいやいや、触っただけなんだよ、俺ずっと、これ流れそうじゃね、うん、あそうか、左触ってのレプさんですよね、そうそう、でも右上触ってたよ、で、うん、これ流れそう、その後に助けられに行こうと思ったら、いや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 、絶対嘘だよこれ、うん、でもさすがに停電した時にフロントさんが電子版のとこにいたんで、うんうん、電子版のとこにいてわざと停電させるわけないじゃないですか、あー、うんうん、騙されちゃってるね、うん、あーやっちゃったー、これ終わりだ、終わりだ、自分が電子版のとこにいて電子版の暗くするしなくないですか、あー、やったなー、これはやったわ、うまくいった、有名体でもなんとかなるんだ、まあわかんねえな、めちゃくちゃ頑張った今回。